受けたりするんですよ。そしたらもうそれは私たちはしませんってなります。だって半分で払ってらっしゃる間っていうのはその引き落としが終わらない限りはまだその人の商品じゃないですもんね。なのであのなんですかね、そのお金に代わる場所ではありますけど、あのそれが結局あの正しいか正しくないかという意味では、うちがそれを相談を乗って、結局カードで現金化して、その、斡旋する店ではないってことです。あの、なんて言うんだろう。そこはもう自分として考えてくださいよって話ですね。様式で考えてくださいよって話ですね。だから、さっきおっしゃった、あの、ティッシュあれですか？あ、どうしてますよ。だけど、金額が貼ってても、そういう内容が、なるほどっていう内容であればもう取り消す。なので、逆に言えば、そういうのはちょっと、やっぱ、お聞かせいただかないといけない部分もありますよね。だけど、あの、あうんの呼吸でですね、あんまりこう、いろいろ、眠りはまり聞いてもどうだろうと思って、こっちもこう、することはあるんですけどね。あの、あと頭が痛いのは、その方がそれと取引業者さんで、社長じゃない場合、あの、要は、従業員が持ってこられるじゃないですか。そしたら、あの、その人たちは聞いてるけど、従業員さんと社長の意思の疎通ができてなくて、勝手に横領してるという、こう、特別しっぽ切りみたいな、あれされた時が困るんですよ。だからやっぱりちょっとこう、そういう内容であれば、その、会社と、とか、要するに、本当にこう、取引明細みたいなのがあって、うぬっていうのを、あの、取らせてもらわないか、内容とかありますね。うん。はい。なので、はい。そういうことはあります。はい。すいません。ちょっとコピーとなっていただきますね。はい、もう登録のもすぐできてますので、はい、あのまた何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。あ、ちょっとあの、はい、今日は3374円になってます。で、これですね、あの、カタカナで春町って検索していただくと、ホームページに今日はいくらで買い取ってますので、出してますので、携帯からもアクセスできますので、はい、よろしくお願いします。はい、あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あと何かありましたら、よろしくお願いいたします。あ、ご丁寧にどうもありがとうございます。